ちょっとね、まだちょっと反応が良くないので、これいわゆるアンザッツってやつなんですけど、この声の当てどころを意識しながらやっていくっていうね、ちょっと反応がまだ良くないから、ちょっと先でやりましょう。今ちょっと試させてもらって、もしかしたら強いかと思ったんですけど、声をこう当てる場所を意識するのは一回まだ早かったです。ちょっと置いといてください。あの今後、また戻ってくるこのやり方でちょっとやる可能性もある。でね、おー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 って下がるときに地声に切り替えないで、今ちょっと地声っぽくなってる、地声に切り替えないそのところを使って、ただ胸の上部このあたりを空間を使って、そのファルセットの音色を保つようなイメージ、こっちを使ってほしいです。あのファルセットの音域に合わせて響く場所が変わってくるんで、ちょっとそのイメージをちょっとだけちょっと一回やってもらって、こっちで この辺で作るようなイメージを持って、あ、そこです。わかります？はい。さっき一回前のはもっと下に持って行ってたんですかね。いや、なんか上に持ってた。そう、このファルセットの多分どういうふうな認識を持ってるか分かるんですけど、高い音を出すためには何個か持ち上げる必要があるんですけど、このファルセットの下の部分はむしろこっち側の響きが大事になってくるから、上じゃないんですよ。でもファルセットで上に上がってくるときにこっちにこういう空間の広がりが感じられるのが大事なんですけど、下がったときにこっちは保ってて保った状態なんですけど、そこはもう勝手に保たれるんで、逆にこっち側の空間を広げるような意識を持つ人があるんだ、で今のはいいです。今のはちょうどいい状態、でこの空間がないと自分の方に切り替わって逆に持ち上がっちゃうんで、行動が、こっちだけになっちゃった。でパルセットのこう下がるときは、こっち側を意識して、はい、もう一回いいですよ。それでいいです。今の、ってあるんで、こっちが今使って。そうです。OK。ちょっとね、まだちょっと反応が良くないので、これいわゆるアンザッツってやつなんですけど、この声の当てどころを意識しながらやっていくっていうね。ちょっと反応がまだ良くないから、ちょっと先でやりましょう。今ちょっと試させてもらって、もしかしたら強いかと思ったんですけど、声をこう当てる場所を意識するのは一回まだ早かったです。ちょっと置いといてください。あの今後、また戻ってくるこのやり方でちょっとやる可能性もあるので、OK、そしたら、戻します。もう一回ね、ここからOkay.